高額アートって誰でも作れることね。その通りー。これは同意してないぞ。こんにちは、体育館ポツンと祖母です。こんにちは。僕あの芸大出てますけど、基本的にアートをバカにしてるんですよ。うん、そうだよね。まあ、デザイン学科だからね。この色味はこういう感情を表していて、この形はこういう気持ちで描きましたって。バカかって。お前、そんなにいく？すごいね。あの、心は動くし、リスペクトもあるんだけど、それは果たしてすごいことなのかなっていつも思ってるわけなんですよ。それ、まあ、アートの界隈で、えっていう高額商品あるね。例なんだけど、これあーね、これ赤一色なんですよ、うん、1.1 億円です。やばいよなこのアーティストが今まで培ってきた経験とか、もちろんもちろんもちろん、うん、なので、君たちにも用意してもらいました。で、君たちが持ってきた作品と本物の作品見比べて当てられなかったら、あんたら俺と同じ価値観よ。まあ、もう価値観ではないけど、ね、心理眼的な同じってことだよ、うん、全然わかんないんだから。わかんないんだね、うん、なんちゃうね。それやってこうか。闇がすごいな、ね、攻撃力高いな今日はちょっとあのヒールでいこうかな。あ、ヒールか、はい、よろしくお願いいたします。優しい人間だからな、はい、そんなこと思ってないから、本当は頑張ってるふりなんてしなくてもいいんだよ。山根からスタートです。簡単にルールを説明すると、はい、山根が作ってくれてきたアートと、はい、うん、本物のさっきみたいな、うんっていう高額なアート2枚、はいはい、と私が作ってきたアート1枚、はいはい、合計4枚の中から山根のアートを残り3人が見極めてくださいと、はい、で今回罰ゲームを山根のを外してしまった方1万円私は人間が払うのね、はい、ヤマポンに、制作費を。なるほどね1万マジでやだ。でかいね。ちなみにあれだよね、全員が山根のやつ当てることができたら、うん、おっていうから、皆さんに3000円なので、1ゲームにつき1万2000円飛ぶ可能性がございますバカだな。じゃあやっていこう、はい、ヤマポンの作品。はい、あー、ありそうありそうだけど作れるねああ、いや、これは、どうでしょうか。なるほどね。本物2枚、山根、俺の作品があります。山根の当てよう。あ、これかなってのはあるかな。スラミよ。ぶっちゃけこれ作るの超大変だよね。スラミ。これやってたらすごいわ、ちょっと。これは絶対ないやろ、ね。これは何なんだろうね。こういうのね、あるんだよ。でもこれね、高額アートっていう結構現代アートとかこんな感じなんだよね、うん、これは太陽でしょこれ太陽じゃん、うん、俺もそう思う、うん、俺ね、山根のやつ分かったよ、多分俺も多分これかなってのはもう合ってると思う、うん、これなんならヒントも与えたくない、うん、山根の色をしてるよね、全体的に、まあ、全部俺作れるよ、多分同じ時間で言ったなこれやばい、マジでこの緑の多分マジやばい、やかすぎるこれだったら本当にね、山根は多分こんなクオリティのもの作ってこないと思う、そもそも。確かに。だからそれをあえてでやるとしても、これが俺の先だって思われたくないから、ね、絶対そもそも緑なんて使わないはず。いや、でもどうなんだろう、マジで間違えてるかも。よろしいですか。いや、むずいぞこれむずい、わかんなくなって今自信が崩れてきた。おい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 、オッケー、いきますか。いやー、わかんなかった、ちょっとわかんないわ、うん、アーティスト山根が作った作品はどれだと思いますか。せーの、これ。おお、ちょっと、え、今3人これ刺した、うん、一致ですか。一致、ちょっとこれかなって、まあ最初これかなと思って、うん、これかもってさ、ちょっと怖くなってきたけど、うん、山根だったら作れる可能性があるんだよね、ぽいよね、ちょっと、うん、そう、ぽいのよ、うん、でも、あ、むずいよ、多分、待って待って、待って、俺こっちにしていいだろ、ダメです自分がさ、どうしよう、まず山根さん、正解をお願いします。正解はこちらです。マジかすごい、わかんねえ、マジかよ、すごすぎるわ、めっちゃすごい、ごめん、俺、いや、すごい、マジでこれは違う、出た瞬間思った、お前すごすぎるな、すごい、いや、1万払うよちなみにこれは私の作品です。嘘だろ、マジこれでしょ、すごい、わかんねえちなみにこれは私の作品です。おー、めち
ゃくちゃいいわ。いや、ガチわかんねえわ。わかんねえ。いや、怖くなってきた。いや、いい問題だ。わかんねえ。岡ちゃんとホイホイが俺のだと思ったクソ適当なこの緑のボールは、1億5000万円。マジ？グリーンホワイトと申します。バカだな。こっち持ってやばい。86億円。これはないと思う。これはちょっと手間がすごすぎるなと思う。どんだけ。これ iPad でペラーってたら一瞬で書ける。そんだけじゃないよこれ。あ、そうそう。いや、っていうこれ何で書いたの？これは俺目つぶってパステルでアーって書いてる。すごいすごい。ぽいぽいぽい。ポイントが最後にコーヒーぶっこぼして色を反転させたの。反転か。いや、だめよ。これね、俺ね、iPad で書いたと思ったのよ。いや、そうね。すごいよ。いやー、これすごい。いいテープ選んだわ。そうね。これはすごいな。おめでとうございます。いや、天才だ。いやよかった。アートの才能あるわ。いや、タイユが思ったよりもやるな。こんなできてる自信ないわ。俺、バカっちゃうかも。いや、おかちゃんの4枚でございますね。いきます。はいはいはい。それも、はい、あ、見ていいんだよね。はい、おお、どうぞ。いや、やっぱ意外とわかんねえなこれ。待って、太陽入ってんのこれ。あ、それすごいわ。ちょっと、いや、太陽の、いや、むずい。太陽わからん俺。いや、俺ね、これをっていうだと思うな。まあまあ、多分これ、これあれやん、座ってチンコ出してる。間違い、ほんとだ。やるやん、ノーコメント。絶対そうじゃん。これそうじゃん。やるやん。え、これ言っていいかな。ベランダ赤だらけだった。言っていいですか。おい、おいです。おい、お前さ、そうだ。記憶がもう殺しにかかってる。お前さ、金払いたくない。金払いたくねえから殺しにかかってんのよ。え、じゃあ、おっていうこれだな、多分。そうね、やばすぎ。では、アーティスト岡ちゃんの作品はどれですか。せーの、正解。ほんとにさ、掃除しとかない。岡ちゃんが、待って、ベランダなんて出るやん、大体。そうね、ほんとに掃除チンコでしょ。うん、そうやん。どうやって作ったの。だからもう本当にバケツに水入れてアクリガシとかして、ちょっとペタ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 って、やったらそこしかつかなかったの。なったからこう、こんな、こうやって。バカだなぁ。まあ、おてぃのやつこれ。あ、そうです。あ、これ、俺のっていうか、弟が昔描いたキリンを今年で切り抜いただけ。あ、こっちなんだ。わかんねえ。こっちだと思った。これは、1億6千万円の、これが、ルーズワース・ケリーさんの、形を強調して視覚的効果を与えるというカウボーイという作品でございます。そっちはもう有名なピカソの愛人。そうだね。あ、そうなんだ。いや、掃除しとけよ。掃除しとけよ。ビニール。はいはい。なんかこれチンコで座ってんなっていうのはすぐ分かったのよ。わかるこれ。すごい。な、俺も気づいて爆笑したわ。はい。はい、じゃあホイホイのやついきますね。はい、アーティストホイホイの作品は、うん、出てる。おお、いやー、むずいなー。むずい。ホイホイ作れるんだよな。そう、これがホイ以外だったら、いや、タイは作れないよこれ。まあ、無理。いや、ホイホイが昨日完成した時に、はい、できたって言ったのよ。でもこういうのだったら、はい、できたって言えないんですよ。画材でやめて。よくないね。ゴールが見える、あ、これでいいってなったら、うん、こっちかこっちかなって思うんだよな。これの印刷ミスであってほしいけど。ほんとだ。全然ミスだと思う。こういう、じゃこういうのってさ、高額アート、こんなあんま見たことないの。この辺の点。うん、ミスだと思う。あ、ミスなんだ。推理の仕方よくないの。アートとしての。アートとしてだったらマジです。遜色ない。こいつ何でもできるから、マジムカつくんだよな。ほんとに何でもできる。パソコンで何でもやっちゃうからな。これが、これがやっぱ光学アートっぽくないんだよな、なんか。え、もしこれがさ、手書きなわけないか。ペンで精密画だったらさ、だから。ああ、いや、言えるよ。俺たち作れないからわかんない。そうなんだよ。これいられてできるのかなっていう。
や、むずいね。マジでむずい。山根貯金になるね。むずい、むずい。悪くない色使いで悪いね。目に沿ってさ、近くないぜ。近くない。どんどん前って前だもん。前の目にすぎ。もう俺決まったわ。もう決まった。俺も決まった。太陽も陽平も決まったわ。いや、頼むわ、マジで。太陽も決まった。ほいだら、ほいほいの作品はどれだと思いますか。せーの。一っすか。うん。ほいほいさん、正解をお願いします。正解は、ドララ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 ラ。これです。よかったー。びっくりしたー。そう。危ねー。浮いちゃったなー。浮いちゃったー。あ、ちょっとぽいよね。これはぽい。線のデザイン。いや、これ作れんの？作れます。何で作ったのこれ？作られたフォトショーです。ちなみに、この隅のこれ印刷ミスじゃないです。あ、いたんだ。あえて、ブラシで。うまい。いや、これが俺怖かったんでだから。で、俺正直これは知ってました。あ、知ってんの？あるんで。コメディアンという作品で1600万。やば。バナナを壁に貼っただけなんだけど、展示中に誰か食べたらしいよ。それでまた食べちゃったらしい。これだよね、大変。実はこれなんですよ。これだよね。私、これなんとですね、フリー素材サイトでアートと調べました。お前って作ってねえじゃん。おいでよ、引き分け先生の作品紹介お願いします。あ、俺が怖え。うわー、ちょっとやりそう。やりそう。うわー、やりそう。これはやりそうだな。やりそう。やりそう。めちゃめちゃいい問題じゃん。めちゃくちゃいい問題だな。こいつ、キヨテンアーティストだね。やっぱ全部キヨテンがやってもおかしくない。いや、マジでそうなんだよね。これ何？でもキヨテン、昨日の夜作ってたからね。それは言ってました。ちなみにパソコンで苦手なパソコンで作ってました。ちなみにこれか、これか、これか。まあ、もともと写真撮ってたかどうかわかんないけど、ノータッチでいいんだけど、パソコンで一生懸命やってました。いや、これもう清天のサイコパス感すげえ出てんだよな。いや、これマジかっこいい。これいいね、めっちゃいい。これマジかっこいい。ここら辺が大きいような気がするけど。え、これの大義の気持ち。これ、これ高額アート。これいや、でもなんかありそうだよ。なかなか難航する問題になっちゃった。これめっちゃぽって思ったけど。いや、俺も思って、それ出た瞬間にはこれじゃんったけど、逆に清以外外れぐらいの清らしさだよね。画像データだとしたら、これ色変えるの普通にちょっと技術いいでしょうじゃない。推移の仕方おかしいんだよね。全然感覚的じゃないよ。さっきからやっぱ技術ちょっと下に見てます。だいぶ大学の時のあれがあるからね。もうこの写真の撮り方めっちゃ雑なんだよな。逆にその雑さがなんかあるのかなって思ってきちゃうんだけど。いや、この品っていう可能性も。いや、わかんない。本当にわかんない。いや、わかんないのすごいよ。今日ってマジで本当にわかんないわ。これちゃんとね、A4 のサイズなんだよね、アートボードが。 A4 キャンパスで作っちゃった感あるね。そうそうそう、アートボード初期設定 A4 キャンパスで作ったせいです。確かにな。その推理やめろって言ってなかった。ちぎれ。ラスト、シンキングでお願いします。うん、いや、うぜぇ、こいつマジでうぜぇ。こいつうざいよね。マジでうぜぇ、こいつ。これ、うざい。なにこれ。一生うぜぇ、こいつ。いや、これ、もうどれがキヨちゃんでも、結構いいなって思う。もう、じゃあ、そろそろ、はい、手打ちでお願いします。わかんねぇ。やだ。我らがリーダーが作った作品はどれだと思いますか。はい、せーの。あ、そっちか。いや、迷ったよ。割れましたね、ここに来て。では割れましたね。キヨテンさん、答えをお願いします。でで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 でイエーイ。よっしゃー。よっしゃー。あぶねー。栄養秘密でした。くそがこれ、それ演技かと思った。そう、俺も演技かと思った。なんかね、わざと騙して演技するから。これ、めっちゃ好き、これ。どうやって作ったの？かっこいいよね。かっこいい。これ、絵は何？絵は、赤ちゃんの写真持ってきて、プレスしたの？そう。怖っ、お前。すげえ。やべえな。一人アーティストいる。いや、怖すぎる。作り方がアートだ。普通にすごい。マジでセンス。マジですごい。悔しすぎる。センスいいわ。いや、すげえな。
ちなみにこれは8歳の男の子のデジタルアートで140万円あーそんなことか。で、大きいこれでしょ。あ、バレた。それは分かった、それは分かった、うん、あ、これバレたか。いや、写真のクオリティだったな。そうだね、そこで撮った iPhone で何を撮った。かけ取る瓦礫があったからそれ持ってきて油性ペンでノリ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 って最初言ったんだ。ドラクサイ、タイも頑張ったな。最初ドラクサイやばっ。いやマジこれ悔しすぎる。いやお前、いや分かってたもん正直。キヨちゃんも最後のミスリードに持ってかれたわ。収まりすぎだもん A4 に。その考察かわいすぎる。収まって言うなこいつ。溢れ出ちゃう。本当に。ということで、まあ芸術なかなかいいじゃない。面白いじゃない。超おもろい。いや悔しい。ちょっとこれ出直してーな。いや悔しいね。じゃあ精進しようか。楽しかった。まあアートはすごいってことだよね。また今度、また今度、はい、ちょっとちょっと皿洗いのバイトしてくれ。2、3、4体育館祖母、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 体